挙です。山梨県某所、はい、こんなかと入れんすか。足も悪いな。開いてんの。開いてる。レストラン系だったのかな。結構綺麗なんですよ。変電所か。トイレですね。トイレ。いくら。ちょっと行ってきますね。足場もすごい最悪だけど。かかるなのかね、もう感じて。すっごいね、ここ。節目っぽいね、もうね。下なんだね。足落としたよ。水が垂れてますね。ホールなのかな。テナントなのかな。こんな感じかな。地下に行くほど、地下に行くですか、ヒヤッとする。
うわ、水浸しだわ。コウモリがいた。コウモリがいた。コウモリすんなよ。水溜まってるよ。コウモリ飛んできたよ。コウモリだよ。コウモリがいるよ。じゃあちょっと上ね。また行きますか。すじにかもく。どこ？下が抜けちゃってて。抜けてんだ。うまっ。めっちゃうまくないか。めっちゃうまいぞ。うまいっすね。綺麗な廃墟なんですけどね。もう一軒あるって言ってましたね。ああ結構こっちはすごいね。ビビりながらそう。わ、なまったかいね。ここから見てますね。宿泊施設ですかね。
結構老朽化してるね。あやめ。はず、はぎ。あ、床落ちてますね。床落ちてる。カエデだって。大学のそういうセミナーのためのした48人部屋だね。ここはすごいな。1,2,3,4,5 うん、すごいあるね。結構あるね。ここは多かったね。ここは和室ですね。まあ、また中の間臭いね。巻きがいた。まあセミナーハウスって感じかな。原数工事沼ってこと。すっごいですね。沼ったから分かんないですね。ここはヒヤッとするな。ちょっと入り口だけ。これは広いわ。これは大型だわ。
変身料理用車の頃がいい。量ですね、これは。変身量かな。変身状か。じゃあ下に降りてきます。結構多かった。2階ですかね。3階から行きました。2階はこんな感じでホールになってますね。食堂でしょうね、おそらく。これで上に上がれるというわけですね。さっきのところトイレットなんですよ。よし、ここは何でしょう。お風呂場かな。床がね、男子風呂です。ここは食堂でしょう。食堂の食堂に入るんですよね、ここでね。このポンプ室ですか。何もない。あ、上に流れるもんね。上に流れた。ですね。今はここ一人ですね。見て、つまずいた。ここにつまずいた。ね、3回行ってきて今2階なんですよ。結構それにいますね。
匹いそう。こうもいますね。建物全体こんな感じ。また降ってきた雨。崩れてますね。こんなとこだったんだ。崩れてるね。コウモリいるでしょ。見た？嘘、今そこにいたよ。さっきのとこ 2匹見てるぐらい。狙ってくんだよね、HIDだと。広いね。よく来たね。あ、落としたんだ。ダメでしょ、これ。ね、いけそう。いける。俺、軽いから。この足の土台のとこ行けるね。入れる、これ。狭いんだね、茶屋って。結構な芝が刈りに出る。刈りに出る、ね、なんとかです。
17ぐらいですね。足場悪いですね。これがあっちに向ける道です。結構ねあります。ちょっと向こうが気になったので、あれは何なんでしょう。ちょっと気になったところ行ってみましょう。コンクリートですね。倉庫か。金庫か、これが金庫ですね。すごい金庫です。これが金庫だったんだ。大型金庫ですよこれ。コンビはしたね。ああ、そうか。熊。コウモリ3匹目。ここはコウモリの嵐かっていうぐらいコウモリいますね。光に寄ってくるんだよね、どうしても。以上ですかね。あそこにね、結構あった。コウモリがすげえ3匹です。襲ってきました。金庫があるよ、なんか招き猫みたいに言うよ。コウモリがね、襲ってきましたよ、俺には。他の二人が襲ってこないの、なんで俺がコウモリ襲ってくんの。こちらもちょっと気になる。宗教関係なのかな。ミスロート、ミスロート、テニスコートね。テニスコートがここにあったんだ。どう見てもテニスコートの感じはしないけどね。うわ、湯気出てるよ。煙わかる？湯気出てるの、ほら。気になってる、ほら。わかるかな？気になってる。煙になってるんですよ。ほら、湯気が。結構でかいんだね。ここ11、12、カーバンたくあんの虹かな。声がすごい反響しますね。ね、コウモリいた？いないっす。なんで？もう逃げちゃったんです。
うっそー、襲ってきたぞ俺。こんな感じですかね。映んないよ。あそこに何かいませんか。こんな感じですね。蚊が寄ってくる。結構でかい愛嬌ですか。綺麗なレンガでね。以上ですかね。お疲れ様です。上にテニスコートあったよ。そこにもコウモリがいた。4匹だ。ここはチョウチですね。うん。ああ、またやっちゃってるな。何が？下気味に取ってる。ん？質すごい下気味に取っちゃってる。下ばか取っちゃってる、ね。もうちょっと画面上にパーンあんだろ。カリッスな HID は最高。以上ですか。